MTV をご覧の皆さん、こんにちは。ファンタスティックスのエグザイトライブです、パフォーマーの佐藤大輝です。ボーカルの柳生です。ボーカルの中島聡太です。パフォーマーの世界です。パフォーマーの堀野月です。パフォーマーの木村ケイトです。パフォーマーの沢本夏樹です。パフォーマーの瀬口龍也です。はい、6月29日に僕たちのニューシングルエスケープがリリースされます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今回表題曲としては久々のバラード曲でして、まあ、歌詞ががっつり世界観に入ってもらえるんじゃないかなと思いますし、なんか好きなところは2番の、落ちそうで落ちない涙とか、笑顔でごまかす言い訳とか、全部わかってるよもうっていう、なんか長い長いって言われて、好きな人多いよ。女性だと特にね、あの失恋してなくても失恋した気持ちになったっていうぐらい曲に入り込める曲ですし、入り込んでる。大輝くんどうですか、ミュージックビデオとか。そうですね、今回はドラマの主題歌になってるんですけども、ドラマの主演を務める岡崎紗絵さんにも出演していただき、迷いながらも翻弄する彼女を僕たちがパフォーマンスだったり表情で引き込むみたいな世界観になっているので、ぜひ歌詞と合わせてミュージックビデオを楽しんでください。お願いします。MTV といえばミュージックテレビジョンということで、僕たちのお気に入りのミュージックビデオをご紹介します。いや、誰のがいいですかね。僕たちのは、まず竹井ちゃんのいます。これフライングフィッシュですね。あの爽やかな感じは、多分あの頃にしか出せないというか、確かに、僕らは結構お気に入りですね。あれで一気にファンタスティックスがあの系統で行こうみたいな、そうだね、なりましたね。2枚目でしたし、系統で行こう、系統です。ごめんなさい、ごめんなさい。そして、はい、でせっかくだからもう一人ぐらい誰か聞きましょうか。サワラツ、君に系統仕切るよ。ミュージックビデオですか、お気に入りの。なんかあります、ファンタ以外。ファンタ以外にも全然。ファンタ以外も昔大好きだったのがマイケル・ジャクソンのスリラーです。スリラー、いいね。これパフォーマーみんな好きじゃないですか。うん、好き100万回ぐらい見た。すげえ、すげえ見たあのストーリー性と、あのゾンビたち、マジビビりましたね。確かに、本当にスターですからね。本当に不滅ですね。はい、それでは以上ファンタスティックスフロムエグザイルライブでした。